お酒って怖いですよね。何が怖いかって、ぶっちゃけそこまで美味しくないってとこですよね。僕も結構飲むんですけど、ぶっちゃけコーラの方がうまくないですか？ビール苦いし。もう焼酎とかロックで行く人に関しては、飲む前から酔っ払ってんじゃないのかと思いますけどね。アルコール酔っ払ってもまっすぐ歩こうぜっつって。全国の皆さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。本日なんですが、先日シャムさん好きなら知名度 100% とおなじみ丸山穂高さんがやらかしました。ウームの株価暴落騒動があって、シャムさんが不幸にした説がまた濃厚になったんですが、そのやらかした内容をざっくり言いますと、酒に酔って呼ばれてもいない取材に勝手に乱入、戦争で島を取り返すのは賛成ですかなどと議員として不適切な発言をしてしまい謝罪、その後離党し無所属で活動していくというふうに決定したというわけなんですが、まあ割とツイッター等でも知名度が高くて支持率もあった方なんですが、お酒に酔ってた、そして取材に乱入した、さらに戦争とね、まあ意図は言葉の並び以外にあったんでしょうが、こういった状況も含めて今問題になってしまっているということなんですが、まあこれ盗聴じゃないのかとかはめられた疑惑とかもあったんですが、実際に残ってた音声では、これも録音すればいいじゃんとね、まあ本人が言ってる音声が公開されたということで、本当にお酒でやってしまったというところですね。お酒怖いな怖いなと言いますが、厳密に言えばお酒を飲んで出た本性が怖いっていう話なんですけどもね、初見さん、まあ、こういったお酒関係の事件が多いんで、まあ、今回は今一度お酒で失敗してしまった芸能人や著名人を振り返り、反面教師として皆さんで学習していこうというね、素晴らしいお時間です。では早速最近のも含め紹介していく。一人目、トリプル A浦田直哉。はい、こちら今年の4月のバリバリ最近ですね。泥酔した挙句、知らない女性に、俺トリプル A の浦田だけど知ったろとだるがらみをして経理を入れた一般男性ですね。結果無期限で活動休止と、メンバーに多大なる迷惑をかけることになってしまったということなんですが、この時飲んでいた量なんですが、ワインやウイスキーを20杯以上飲んでいたと。もうこれ病気ですよね。トリプル A ってアルコールアルコールアルコールの略ですよね。ただメンバーがその後ね、通常通りライブを行うというふうに発表したんですが、ライブのアンコールがアルコールとかにこうならないかどうかだけ僕が心配です。次です。2つ目、 TOKIO より山口達也メンバー。はい、去年の4月付近、酒に酔った状態で女子高生を家に連れ込み無理やりキス、さらに何もしないなら帰れなどと激上し、余裕で書類送検されておりました。まあ、以前から酒癖を注意されており、現在は懸命にアルコール依存を治す治療をしているということなんですが、この時の飲酒量が焼酎1本程度とか言ってたんですが、もう程度じゃないのよ。焼酎1本なかなかですからね。水割りだったら10杯ぐらいいきますかね。空船もろとも、まあ酒に沈む結果になったということです。3人目、喉越し味よし俺強しでおなじみ草薙剛さん。はい、2009年の4月頃です。酒に酔って公園で全裸で暴れました。駆けつけた警察官に対し、全裸になって何が悪いんだと叫び、前転を繰り返したということなんですが、まあ、これありましたけど、この場合やべえやらかしじゃなかったんで、まあ一時の自粛で終わりましたけども、芸能人しかもアイドルグループというところでちょっと問題になりました。お酒は一本じゃ満足できなかったということですね。世界に一つだけの花酒言うとります。4人目、タクシージャパンより前園真希を。はい、元サッカー選手のゾノですね。ゾノ、2013年頃、酒によってタクシーを無賃で降りようとしたところ、運転手と口論になり暴行し現行犯逮捕されました。現在は第二の人生などとふざけた本を出筆し復帰されているということなんですが、ワイドなショーのコメンテーターで結構人気ですよね。でも僕見るたんびに、あー妖怪無賃ボレーシュートだって僕は思ってますけど。5人目、しのぶちゃんです。はい、こちら辛口コメンターでおなじみ坂上しのぶちゃんですね。過去に飲酒運転を行い器物破損、その後パトカーとカーチェイスを20分ぐらい行いました。なのに謹慎が半年というね、ちょっとアルコールに対する規制が弱かったにしても案件だったということなんですが、お酒を飲んだらちゃんと歩いてお帰りくださいって感じです。最後です、6人目、笑福亭鶴瓶。はい、皆さん、これは伝説の事件ですね。2002年の27時間テレビにおいて、禁酒宣言を守っているのかという抜き打ちにおいて、余裕で飲酒、さらに泥酔した挙句、全国の生放送にポコチンを露出するという禁止塔を打ち立てたということなんですが、これに関してはそれを映したテレビも悪いですからね。でもあれですよね、自分のポコチンがテレビに全国放送ってどんな気持ちなんですかね。どんな気持ち、どんな気持ち。僕は出してないですからね。なんか平気で顔面チンコとか言われてますけど、出したことはまだないですからね。以上、飲んでも飲まれるな、お酒でやらかした人でした。 あとなんかガリガリガリクソンとかいましたけどもね、なんかちょっと個人的に嫌いなんで省きました、すいません。でちょっと最後になりますか、僕もちょっと失敗談いいですか。飲みすぎて帰ったとことか全然覚えてるんですけど、まあ、次の日朝起きたらアクセサリーが一個もなかったっていうね。もう時計もメガネも財布の中身も1円もないみたいな、もうネックレスもねえしみたいな、いや追いはぎにあっとるやないか言うて、逆に誰かに富を与えたというところではね、まあプラスだったのかなと思いますけど、皆さんこれから飲み会増えますが注意してください。以上です、おやすみ。